こんにちは、浅川なつきです。本日は大和総研の主任研究員田代秀俊さんにお話を伺いたいと思います。田代さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。田代さんにはいろいろと中国のことをお聞きしました。今投資家の方でちょっと一昔前に流行ったんですが、中国本土に人民平預金に行かれる、日本人人民元と呼ぶんですけど、預金室に行かれる方が非常に多かったんですね。で、これはかなりその切り上げとかっていうのを期待されて、預金されに行ったと思うんですが、今後も期待できると思いますか？中国にとってその為替レート、特にドルに対する為替レートっていうのは、これは非常に重要な問題です。ちょうどかつての日本がアメリカ、今でもそうですけど、特にかつて日本はそのアメリカ米ドルに対する為替レートっていうのが、経済の非常にこう最も重要なテーマなわけですよね。ですからこれはもう中国共産党からしても、そのなかなか難しい問題です。一番難しいのは、中国は都市部は非常に発展してます。でその発展ぶりを見てると、適度なスピードで為替レートがですね、上昇していくことが好ましいと思うんですけれど、一方中国の農村、中国は農村がまだ人間が8億から9億人いるわけですね。でそこの人たちの生活を見る限り、これで今中国の通貨人民幣がドルに対して大幅に切り上がったことをすれば大変となります。というのは2005年の切り上げ以前の段階で、すでに中国の小麦はアメリカの小麦よりも高かったんです。今はもっと高くなってるわけですね。つまりこれはもう中国政府がそのいろんな補助をつけてることによって、中国の農民が作る小麦というのはその意味があるわけです。でちょうどその、日本の米と似てるんですけれど、重要なのは日本の米っていうのは、日本人は日本産の米しか食べないですよね。小麦っていうのは実はどこで作ってもそんな品質差がないんですよ。だから中国からしても、本当は日本のようにアメリカから小麦を輸入して、農地は別に使った方がいいかもしれませんけど、かといってじゃあ農村何をするか、その展望がない限りは浮かすにはできない。ですからまず中国の都市化が十分に進んでからでなければ、大幅切り上げというのは難しいだろうと思いますね。じわ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 上がっていくということは考えられますか？それも慎重に中国は考えてるし、あともう一つは、それがアメリカの利益になるかどうかは非常に微妙なところなんです。でもうすでに日本とアメリカが持ちつ持たれつの経済関係であるように、中国とアメリカもそうなんですね。持ちつ持たれつの関係なんです。お互いがお互いを必要としていると。アメリカにとってですね、人民幣のタイドル為替レートが大幅に上昇することがいいことかどうか非常に疑問なんですね。でそれよりは、中国の通貨人民幣が今のように完全なローカル通貨じゃなくて、国際通貨となって、その世界経済秩序の一角を担ってくれた方が、アメリカにとっても、あるいは全世界にとっても利益かもしれない。それ具体的にどうしてですか？中国はそのあれほどの大きな経済を作っているにもかかわらず、中国のお金、人民幣というのはそのままでほとんどそのドルや円には自由には交換できないわけです ね、 ですね。ですから中国は稼いだドルを使ってまたそのものを買っていくということをやっています。でそれで先ほど言ったように非常にたくさんドルを抱えているわけですけど、これがドルを買い支えると同時にドルの不安定要因でもあるわけですね。でそれからすれば、最終的にはつまり今のドル体制の根本的な問題というのは分散できてないわけですね。つまりほとんどの金融貿易の決済はドルでやってますから、そのドルがその今のように信用しないかけると世界中が大変な問題になってしまうわけですね。それからすれば、ドルはまだ一番の時代を続くとしても、ユーロ、円、さらにもう一つ人民幣などがですね、十分な力を持った通貨として成長してくれる方が、世界経済の安定的な成長にとっても、いいかもしれない。いいという意見が次第に出てきて、最近はドイツの金融大臣もはっきりとそのことを宣言してますね。ここに人民幣の国際化ロードマップというのを、いただいてるんですけれども、いわゆる上海国際金融センターにしていくまでという部分で、ここの資本取引も部分的自由化というところですね。中国はおそらく2010年前後にまでには、その上海の証券取引所に外国企業の上場を許すと、
いうことをまず行うでしょう。私ね、それは多分一番 HSBC だと思うんです。まあ、多分今の状況からすればそうじゃないかと思われますけどね、うん、でそうすれば先ほど言ったように中国は膨大なお金が余ってますから、うん、そのお金を引きつけるですね、超優良銘柄の外国企業の上場というのは、うん、上海の証券取引所にも、まあ、期待してるわけです、うん、まあ、中国共産党も期待してるわけですね、うん、で次におそらく2015年ぐらいになると、まあ、中国の通貨人民幣がそのまま外国で自由に使える、うん、今も銀聯カードという面白いあの仕組みを使ってますけど、もっと堂々とですね、でも日本のレストランでも、人民幣であの決済できるということになるんじゃないかと。2020年頃になると資本取引がかなりの程度自由化されると。ただし完全自由化はないというふうに、これはもう中国共産党の、まあ、金融セクションの担当者の方もですねおっしゃってますね。でもこういう形で最終的にはその時点で上海国際金融センターを作りたいと。つまり例えば日本からタイに投資する際にも上海にある金融機関にお金を預けると、そこがお金を回してくれて運用する、まあ、そういうシステムを今ニューヨークはやっている仕組みの一部を上海に持っていきたいという、こういう目標を見かけて動いていくだろうと。でここの部分までこう行くのに、こうなんとなくこう普通の投資家の方たちはそう、あの長期的にこう切り上がっていくというイメージを非常に持たれているんですね、はい。そうですね、それは例えば中国の経済成長を考えれば、うん、これはですね国際通貨基金 IMF が今年4月に発表したアウトルック、うん、世界経済の見通しにあるんですけれど、はい、このようにドルベースでの名目 GDP で、はい、中国は日本を2011年に追い抜いて、うん、世界第2の経済大国の看板を日本から奪うと見てるわけです、はいはい、でその後もこうどん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 大きくなっていくと、うん、でまあ、おそらく2030年40年ぐらいになるとアメリカ経済に迫っていくと、まあ、こういうの見えてくるわけですよね、はい、それからすれば当然経常収支はどうなるか、はい、まあ、経常収支がですね、まあ、既に中国は日本を凌駕しているわけですが、はい、さらにこれが増えていって将来はですね中東の産油国合計を上回ると。そうすると何が起きるかというと、今アメリカはこれはもう経常収支赤字国ですね、はい、ユーロ圏もそうなるんです、はい、でもロシアもそうなっています。その時は、はい、その時ですね中国中東の産油国、そして日本が、はい、まあ、黒字国であって、うん、ここがですねその赤字国をファイナンスしていくという構図になると、うん、そのうち特に重要なのは中国、うん、で通常このように経常収支が急速に大きくなれば為替レートは上がっていくはずですよね、うん、ところというふうに考えますよね、はい、うん、ところがこの IMF の予測、ここには為替レートの予測そのものは書いてないんですけれど、はい、その中に米ドル建てでの GDP の予測と、うん、中国の通貨人民幣建ての GDP の予測の両方書いてますから、割り算をすれば想定している為替レートが分かります、はい、それを計算すると意外なことに、はい、2008年をピークとして、はい、人民幣の対ドル為替レートはじわじわと下がっていくと。これは何を意味しているか、経常収支がこれほど、うん、膨張するのに、うん、為替レートが下がっていくということは、うん、アメリカの中国がアメリカのドル資産を非常に早い勢いで買い取っていくということを前提にしているはずですよね、うん、なるほど。それがなければこのアメリカの膨大な経常収支赤字、さらに言えばユーロ圏の経常収支赤字も支えられないと見てるわけです、うん、でこれをもし中国がこの役割を担うとすれば、うん、ちょうど2001年から2004年の日本がそうですね、うん、米国債をどん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 買い足していったので、うん、あの円は上がらなかったですね、うん、それと同じようにこう人民幣というのはですね、うん、あの中国の経済が成長し、中国の経常収支が黒字が大きくなるからといって、それで中国の為替レートが一方的に上がるということは言えないと、うーん、非常にこれ微妙なんですね。ここはうんと上がってしまうと、ね、こういった世界全体の金融の循環が止まってしまう恐れもあるかもしれない。なるほど、はい、今中国はそういった立場にもいると。そうです、中国がドルを返さなければ、うこうアメリカだけじゃなくて世界の金融秩序が持たないというところに来てるわけですね。じゃあ必ずしもその人民幣預金というのは、まあ、人民元預金というのはこう、うん、バラ色でもなさそうですね、将来的にわたって、うん、それですから、まあ、中国に投資なさるなら、うん、預金という、まあ、要するに決められた金利の、うん、しかもこの金利は中国も下げてますよね。
預金金利を、うん、でそれよりはこう中国の経済成長とこの経常収支の大きな、これを背景においては中国の企業が大きくなっていくわけですよね、はい、ですからまあ中国の株式に投資なさった方が、まあ、インフレーションが起きることを考えてもですね、あの逆にその方がリスクは少ないとも思えると。なるほど、どうもありがとうございました。